四角き5倍大7分解モデルについてです。こちらのモデルでは眼球と、眼窩小を見ることができます。まずこの眼球は土台部から取り外すことが可能です。まず、この眼球で観察できるのは上直筋、上斜筋の腱、下直筋、下斜筋、内側直筋、外側直筋、そして、胸膜、角膜などを見ることができます。そしてこちらを分解しますと、眼球血管膜の構造を見ることができます。こちらでは虹彩、瞳孔、脈絡膜、毛様体動脈、毛様体神経、渦状脈などを見ることができます。そしてこちらを開きますと、内部の構造を見ることができます。こちらでは、毛様体筋、毛様体幹、網膜、網膜動脈、網膜静脈、網膜、毛様体、そしてこちらに丸く色を塗っているところが、黄斑、そして視神経円盤などを見ることができます。そしてこちら残された下半分からは水晶体、小視体を取り外すことができます。小視体の背側では視神経円盤と、接する部分のくぼみも見ることができます。